武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は昭和大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、大問が年度でかなり変わってくるのですが、まあ大体13台から15台で、まあと大問数が非常に多いのですが、まあ一個一個の問題数はそれほど多いわけじゃないので、まあトータルの問題数、はまあなんていうか時間内に一応終わるぐらいの、量ではありますが、とはいえ非常に時間は厳しい、問題となっています。で、出てくる問題そのものは基礎的な問題なので、日大レベルが一通り網羅できていれば知識も計算も、ですね、十分対応できるかとは思います。まあまあ、アーチレベルまでやってもいいですが、ただそれよりは計算練習などでやって、まあ、スピード上げておいた方がいいでしょう。で、問題集に関しても薄いのをやるっていうよりは、ちょっとその問題数多めなやつ、例えばリーダーライトノートなどをしっかりやって、まあ、どの分野でもどういう問題が出てもパッと解けるようにっていうことを意識して学習しておくといいかとは思います。で、計算練習もやっておいた方がいいとは思いますので、ゼロから始める科学計算など、使ってですね、計算力の向上をしておきましょう。で、大問数が多い以上ですね、完答を、するためにはかなりの、部分を鍛えていかなきゃいけません。で、あとその薬学部は全部解く必要があるんですが、医学部、歯学部と保健医療 学部に関しては、これはその大問、まあ、2、3台少ない形となりますので、まあ、それでも多いので、どっちも時間はやっぱり厳しいと思って動いていかなければいけないとは思います。で、特に計算分野ですね、ここで時間の差が分かれる可能性が高いので、まあ、計算分野の、範囲、をまあ、特に優先的にやり込んでですね、すぐに式が作れる、で計算もミスらずに解けるっていうことを、鍛え上げておくように心がけましょう。以上が、科学の勉強となります。